2003年8月、ここニューヨークである一本の新作アニメが注目を集めていた。日本を代表するクリエイター今聡監督が満を持して放つ最新作、東京ゴッドファーザーズ。年々日本アニメへの関心が高まる中、全米のアニメファンが一堂に集結する年に一度の祭典、ビッグアップルアニメフェスタ2003の目玉作品となったこの東京ゴッドファーザーズとは一体いかなる作品なのか。いよいよ公開間近に迫った世界が大注目の最新劇場アニメ東京ゴッドファーザーズの魅力をいち早く徹底解明。いよいよ公開、東京ゴッドファーザーズ。漫画家の経験も持つアニメ界の奇才今聡監督、最新作東京ゴッドファーザーズがいち早くアメリカに上陸。一体どんな内容なのか。それはクリスマスの夜、3人のホームレスの目の前に突然現れた赤ん坊との出会いから始まる。こいつは捨て子だ。寒空の下、捨てられていた生後間もない赤ん坊、食もなければ住む場所さえない路上暮らしのホームレス3人組はこの赤ん坊を他人とは思えなかった。ちゃんと警察に連れて行くんだよ。大声出しろよ。さ、なんでもないじゃん。一生に一度あるかないかの出会いなのよ。ちょっとぐらい母親の気持ちにさせてちょうだい。私は好きで家出してんの。まさか自分たちで育てられるはずもない。3人はともかく赤ん坊を捨てた親を探して東京中をさまよい歩く。赤ん坊を抱いたホームレスたちの小さな冒険は、人生を諦めかけ希望をなくした彼ら自身が再び生きる喜びを発見する旅。そして彼らの旅はいくつもの偶然と奇跡によって信じられない方向へ導かれていく。ホームレス役を演じているのがこちらの面々。この子は神様がくださったクリスマスプレゼント。私たちの子供よ。いつか自分も子供を産みたい、そんなお茶目な夢を抱いている元ドラッグクイーンのホームレス花ちゃんには、わはは本舗の梅垣義明。俺たちはただのホームレスだ。アクション映画の主役じゃねえ。常に傷持つ何やら訳ありの親父銀ちゃん役には大御所江守徹。そういうのメクス鼻くす笑うっていうんだ。そして鼻っ柱の強い家出少女みゆきにはアフレコ初挑戦の岡本綾。ベルベルバー。何かしら何が気に食わないの。じゃあちょっと、よしよし。こんなとこで赤ん坊の泣き声してる方が変じゃん。どうして泣き止まないでしょうか。お腹が空いたでしょうか。登場人物のイメージを絶妙に演じ分ける3人の個性豊かなキャラクター。東京ゴッドファーザーズの、銀ちゃんという、ホームレスの、役で、声を務めました。エモルトルでございます。バカ野郎、ちゃんと警察に連れて行くんだよ。東京ゴッドファーザーズと、ファーザーズ、ゴッドファーザーというのは名付け親という意味ですけどね、図ですからね、複数なんで3人出てくるんです。1人は私が演じる銀ちゃんですね。中年男、新宿で1人で暮らすホームレスです。それからみゆきという女子高生、独立した女子高生ということですね。それから花ちゃん、ドラッグクイーン、元ドラッグクイーン。ドラッグクイーンという言葉ご存知ですか。分からなければこの映画でぜひ知ってください。この子は私たちの子供よ。誰にも渡さないから。こんにちは、花役の梅垣義明です。花ちゃんっていうのは僕が好きなタイプのドラッグクイーンっていうか。でも私の心はどれよりも女。男なんか性別関係なしに、その人間としてすごくプライドを持ってる、ちゃんとしたプライドを持ってるというか、なんかその間違ったプライドではなくて、ちゃんとした人間としてのプライドを持ってるっていう意味ではすごく自分がこうなんかこの人かっこいいなと思えるドラッグクイーンなんですよね、あの人は。私はみゆきという女の子をやらせていただいたんですが、絵とはちょっと似つかないぐらいなんですけど、ちょっとクールな女の子をやらせていただきました。さっきはごめんな、餌こぼしちまって。
って家出をしてホームレスの仲間入りをしてて、その気になれば帰れるうちがあるもん。アフレコも初挑戦で、そういうクールな役も初挑戦で、ひよこが道連れにされてもいいのかよ。いろんな人たちの人間模様が盛りだくさんな作品になっています。そんなアフレコ初挑戦の岡本綾が今聡監督を直撃。お元気ですか？はい、おかげさまで。岡本さんは元気でいらっしゃいましたか？はい、忙しいですか？ぼちぼちと。最近はどうですか？もうすぐ、公開まで、もうあとしばらくという感じですけどね。カウントダウン入っていいですね。お客さんに見てもらうのがね、今一番楽しみですね。銀ちゃんと花とみゆきと3人いるじゃないですか。それぞれにこういう人ですっていうなんかいるんですか？特にはないですね。全く架空の、これまでね、自分がこう会ってきた人たちの断片をこう少しずつこう結晶化させて作っていった。でも40年生きてきてね、女の子だったことだけはないんですよ、とりあえず。そうですよね。ただ自分が例えば16歳の男の子だった時に比べて、周りのやっぱり同じ年の女の子っていうのはね、もうちょっと抱えてるものが複雑だったりとかね、大人びたところがあったりしますよね。なんでそういうところで想像をたくましくして、こうであろうというのとこうであってほしいっていうところ、ちょっと願望もありつつ、願望の方が大きい。でもね、なんかそんな難しいみゆきをなぜ私にという。前に、出演されていたオギャーという、はいはい、であれをすぐビデオ借りてきて、声を聞いて、この人だと。その、単純に声ですよね。特にアニメーションのキャラクターにでよく聞かれる声っていうのがこう独特の言い回しがなんかあるんですよね。そういう、いかにも漫画のキャラクターな喋り方で、そうじゃなくてこうある意味突き放したようなブツブツ喋る感じが欲しかったんですよ。ブツブツな感じ、低い声でブツブツ喋るっていう、とにかく不平を言うことが多い子なんでね、みゆきっていうのは。でそういう感じが欲しい。でそれとは全然別にですね、不思議なんですけど、たまたま寄った本屋でこう表紙、私の表紙を岡本さんが飾っていたとか、たまたま撮った本にこうグラビアでこう出てたとか、そういう偶然みたいなものを大事にしてて、ね、きっとこの人だろうっていう感じがあったんですよ。本当ですか？ね、だからそういうね、偶然が来ない作品はダメなんですよ。本当にアフレコ初めて、初めてですもん。なんかアフレコ撮ってるとこにいるときはこう梅垣さん、江森さん、私ってみんな同じ感覚で座ってて、マイクまで行くっていう動きしかないじゃないですか、自分が喋るときに。それでなんかみんなは向こう側で笑ってたりとか、そうなんか、ちょっと待って、今ので何がおかしかったんだろうとか。あれね本当にね、よく考えたら失礼な話だなと思うんですよ。こっちはね、本当にこう、あ、狙っていた通りの芝居が来たとか、ここ面白いシーンになったっていうところで、その絵と合わせて笑ってるのに、多分中で喋ってる人にしてみたらね、笑われてるっていう感じになるんじゃないかっていう。何がおかしいのかなとか、あとなんか、ずじゅうコンさんにこうしてほしいんですとかって直接なんかはっきり言われてってないような気がするんですよ。あんまりだから言わなくてもよかったんですよ、全然。いやでもそれが逆にすごい心配で、なんで何にも言ってくれないんだよ。いえ、みゆきに対する解釈で、いやもうみゆきはね、低い声のイメージなんですって言ってくれてたんでね、はい、それだけで大丈夫だって思うのも、まあそんなところでね、こうそれだけで OK するわけじゃないんだけども、みゆきっていうキャラクターを掴んでてくれれば、あとはもう、あ、もうちょっとそこ出してとかね、そこはもうちょっと控えてっていうだけの話になるんですよ。だからもうそれは安心して見てましたね。よかったです。いや本当に本当に本当やっとなんかちょっと落ち着きました。東京ゴッドファーザーズで雪が降ってるクリスマスじゃないですか、ね、東京に雪が降ってる。クリスマスはどういうふうに過ごしてるんですか？大抵
乾杯ってガーって酒飲んでるあ、じゃあみんなで割と大勢で、うん、そういう方がですね、なんかほらこういうロケーションでね、うんうん、君の瞳に乾杯みたいな、うん、そういうのないですないんですどうなんですか、そういうクリスマス。私はクリスマスって意外と仕事してることが多くて。あ、そうだよね、きっとね。なんかだから応援してくださる人たちと一緒にわーってすることはあっても、やっぱ夜とかはなんか一人で家で体育座りしてたりとかすることも結構あって寂しいじゃないそれ体育座りはちょっと寂しいよ。だって昼間すごいみんなと一緒に盛り上がってるのに帰ったら一人なんですよ。あ、でもその落差ってその職業柄大きいよね、きっとね。だから余計に寂しくなっちゃって、だったらとことん寂しくなってやれと思って一人でこうやって、ね、自虐的だったそれがあれなんじゃない、みゆきつつ知る部分なんじゃない今年も多分そんなクリスマスかななんて。いやいや、体育座りはやめましょう、せめてね正座正座よくやったという感じがしました。あ、レンブラントの絵じゃないかと思うぐらい、ね、光と影うまく使ってると、あの江守徹も絶賛した東京ゴッドファーザーズの美術とは。レンブラントみたいなことを言われるのはもうなんかごっ恥ずかしいだけなんですけども。こちらが東京ゴッドファーザーズを手掛けたマッドハウス。これまでにも数々の名作アニメーションを世に送り出してきた、いわば老舗のスタジオマッドハウスが今回東京ゴッドファーザーズの制作について特にこだわった部分とはどんなところだったのか。美術監督の池信孝はこう語る。アニメーションの背景の一つの手法として、例えばまあ、例えば真ん中にこう都庁があるとしたら、その脇の方、その都庁を際立てるために脇の方はちょっと抑え気味に描く、あるいはちょっとディテールを飛ばして描くという方法があるので、まあ、そうすると真ん中のものが目立つんですけども、今回はそうではなくて、もうディテールでディテールを描き潰すという描き方をしてくれと。例えばこのシーン、都庁と樹木はパーツごとに一つ一つ別々に描き、後で重ね合わせる。そうすることによりカメラをパンダウンした際に生じるパーツごとの角度や速度の違いが表現され、実にリアルな映像を実現している。普通のアニメなら見える景色を一度に全部書き込んでしまうこんな場面も、細部に至るまで完璧にディテールを描く手法をとっている。実際の景色がそうであるように、遠くの看板や窓に至るまで一つ一つ別々に手書きし、それをコンピューター上ではめ合わせることによって奥行きや臨場感を表現。しかも実在の風景をそのまま写し取るのではなく、その場面に必要な温度や感情を絵の中にうまく溶け込ませることによって、アニメにしかできない現実を超えた美しく幻想的な風景を生み出している。それはまさに実写さえ凌駕する光と影。台本もらう時に、ああこれなんか全然内容違うんだけど、ムーンライスのスカンピンっていう歌を思い出したんですよ。そしてさらにこだわりの映像を支えているのが、ムーンライダーズの鈴木圭一が奏でる音楽。コン監督の方から、エンディングで大工を使いたいと。そうか、オリジナルじゃないんだってことになって、そこでもう一回見た映画がある。それは何かっていうと、その大工を使った映画なんだけど、時計仕掛けのオレンジをもう一回見た。大工をベートーベンを聴き直すんではなくて、ウェンディ・カルロスのシンセバージョンを聴き直したね。で、何か面白いことできないかなと。このエンディングテーマはムーンライダーズでやろうってことにしたわけだよね。で、全員が今年初めて集まって録音して、その後二度と集まってない。2003年唯一スタジオ1日入ったっていうような曲が、あのエンディングの大工なんだけど、録音してる時に、8小節間違えて入ろうとしたのね。あと8小節あとって言ってたと思うんだけど、え、ここねっていうような声が実は入ってる。これそのまま入れておくとかっこいいなって。構想制作期間は実に2年半。世界中が待ち望んだ今聡監督の最新作東京ゴッドファーザーズは、さまざまな人の才能とこだわりを結集し、ついに完成披露試写会の日を迎えた。この日初めて日本のファンにお披露目されることとなった東京ゴッドファーザーズ。これまでの今聡監督作品とはまた違った魅力を持つこの最新作は、集まった観客たちにどう評価されるのか。はい、見させていただきました。本当にね、
コンワールドを堪能させていただきました。どうもありがとうございます。いや、とんでもないです。本当にもう、まあしかし毎回狙いますですね。狙い、そうですね、狙いすぎですかね。いやいや、なんないと思いますけどね。なぜにこの、まあホームレスと言っていいんですね。そうですね、ホームレス主人公3人、実写映画でもね、あまりやらないような。いや僕ね、でもね、これ見てね、何を思ったかっていうと、まあ、面白かったんですけどね、僕もまあ映画の、例えば企画のシナリオとして何本かあるわけですよ、それでね、例えば6億7億かかって、いわゆるホームレスのような、つまり親父を主人公にしたような映画なんていうのは、まあ、実写で考えるともうほぼ不可能にと断言してもいいだろう。企画として、企画としてホームレスを主人公に、それもそのね、キムタクのようなホームレスならさておきもう基本的にその商業ベースじゃ成立しないだろうっていうふうに、こう刷り込みがありましてですね、いわゆるそのプロデューサーがマーケットのターゲットと思ってない主人公の企画っていうのは、まあほぼもう実現不可能と思って間違いない。で、こう見ながら、この手があるのかっていうのがあってでも僕はたまたまアニメになったドラマっていう言い方をしたんですけど、なんかというと、僕らは例えばその洋画でも別にその、キアノ・リーブス見たいとかデカプリオ見たいとかっていう人はいるけど、それ以外に、それ以上にそのドラマを見たいっていう人はたくさんいるじゃないですか。この俳優よく知らないんだけど、でも面白い話らしいよっていうところから、それはテレビドラマでも ER だの、なんだろう、X ファイルだの、そこは全部ドラマで当たるわけじゃないですか。つまり、書きたいっていうかね、本館監督にこれ実写でやったら7億かかるんだけど、それがなおかつ売れ線のその俳優は誰も使えない年齢層なんだけど、でもドラマは絶対に面白いんですよみたいないうのが、多分こう殺到するんじゃないかと思うのですよ。いやー、どうなんでしょう。まあ、大変だと思いますけどね。海外プレミアの視野でお客さんの反応っていうのは、始まって終わるまで90分の間に制作者監督が意図した通りに綺麗に笑ってくれるんですよね、初めてね、その人前に出す作品ということで一応見てたんですよ、後ろで。私の目の前に、優に身長2メートルはあって、フットボールでもやってたのかみたいな黒人の方が座ってらっしゃって、で、この背の高い私ですらこうやって見なきゃ映画が見られない状態、それがですね、大笑いするんですよね、頭をかくなみたいな、邪魔だよみたいな、こんなになんか通じるものかなと。それはやっぱりだからあれですよね、その、まあ、子供向けっていうことが悪いとこじゃないんだけども、やっぱその大人、日本人の大人が鑑賞に耐える作品を作ろうと思ったからやっぱ伝わったんだ、ね、っていうことですよね。アニメーションの可能性は無限に広がっているっていうような、いいよ、もっともらしいことを言いつつ、実はね、じゃあこういう企画を出した時になんでアニメでって同じ口が言うんですよ。自分たちで狭めてると思うんですよ。その表現の可能性が無限にあるって言いながら、結局は美少女とロボットと爆発描きたいみたいなね。いや、そうじゃないでしょって、無限にあるんだからこういうのがあってもいいじゃないかと。なかなかそっちの方でこう新しい素材というか、今まで扱わなかったような題材をこう扱う人が出てこなくなるんです。それはだからアニメをここまで作った日本人の使命のような気が私しますけどね。だから日本人の本監督の責任ですよ、それは。いやその責任があるならば背負っていこうとは思うんですけど、でも本監督がすごいなと思うのは、本監督の作品ってやっぱ開かれてるから、そう、社会性があるとかね、他人とのそのコミュニケーションに、できるできないは別としてもコミュニケーションを思考してるわけで、それはねすごく大事なことだと思うんですよね。そうですね、基本的にはやっぱりエンターテインメントでありたいなと思っているし、ただその世の中が思うエンターテインメント像と、これがだからさ、美少年3人とかさ、美少女3人のストーリーだと悪くはないんだけど、まあ美少女も僕らその美少女によっては見に行くんだけどそれだけじゃないぞっていう、違う、その別に芸術を追求っていうことよりも、それだけじゃない面白さって世の中にあるでしょってことを単に言いたいだけってことなんですよね。そうなんですよ。まあ、そのためにはとにかく東京ゴッドファーザーズがヒットすることですね、はい、あなたが映画館で見ることが日本アニメの新しい可能性を開く一つの偉大なステップになるということでございますからね、ですよ。なのでぜひ映画館でこの体験をしていただきましていいんじゃないかと思います。最後はみんなこうホームレスの世界ですけども、
元気になるんじゃないかということを僕は思っている作品です。ですから皆さん、この時代にもういろいろ辛い人たちがたくさんいますが、ただそれを辛い辛いと言ってても本当にしょうがなくて、ガキが大人を舐めるなよ、いろんな人たちに本当に見ていただいて、活力元気を出していただきたいなと思う作品であります。正直言って、私はこの東京ゴッドファーザーズの花ちゃん役をやるまではアニメとか本当にあまり見ない人間だったんですけども、あえて否定してたタイプの人間だったんですけども、もうこの作品、花ちゃん役をやらせてもらって、このなんか本当に愛だとか、こう奇跡だとか、本当にそういうものが実際にこう見て感じられる作品になってると思いますし、本当にさっきも言いましたけども、今までアニメとか見なかった人、特にあなた見てください。11月8日公開、東京ゴッドファーザーズ、愛が詰まってます、奇跡が詰まってます、うちの子よろしくお願いします。買うのかい水を。神のおぼしめしか、それとも単なる偶然か、ホームレスの元へ舞い込んできた小さな小さな赤ん坊、人生を諦め希望を捨てたホームレスたちが織りなす愛と勇気の旅が今始まる。子供を捨てる事情なんてこの世にあっちゃいけないわ。ダメ。クリスマスの夜、東京の裏側で聖なる奇跡が。帰りたい。東京ゴッドファーザーズ、11月8日より全国順次ロードショー。はい。